Hello, everybody. This is Kaz, and we're going to go over、uh, lesson 42. And it's on page 176. And,、uh, これは、まあ、過去形するときにですね、ED をつけると言いますけども、まあ、いろいろあると。えー、まあ、その説明を、えー、しっかり読んでおいていただきたいんですけれども、えー、特に、えー、ですね、まあ T、ED が T になったり D になったりするっていうのもありますね。えー、有性音のときには D になり、えー、無性音のときには T になる。なんかそっちの方が楽なんですよ。 そっちの方が実際楽。うん、例えば clean.n、ね、っていうのは有声,声音ですよね。そしたら cleaned といった方が言いやすい。この奥ので cleaned。逆に kek っていうのは無声音の場合は同じく無声音である t, t につなげた方が楽なんですよ。k k e d それをわざわざ keked っていうのが面倒なんですね。だから楽な方をやっていたらできるようになると。つまり 文法とか思われているものの3分の1ぐらいはそういった方が楽だっていうのがあるんですよ。あそれから、あの、調べるが新しく増える場合もありますね。例えば end、end だったら ended、ね。そっちの方が楽っていうね。ended、ended で一つに収めようとしても難しいじゃないですか。だから説明はしっかり読んで、理論的に、えー、人にでも説明できるようになっていただきたいんですけども、究極的にはそっちの方が楽なんですよね。 それでは179ページ、えー。一緒に読みましょう。練習1、D で終わる場合ですね。えー、ED が D と読む練習です次。いきますよ。最初に原型の方を言いますので、その後で、えー、ED をつけていってください。グラブ。グラブ。もうちょっと D が言った,言った方がいいですよ、ね。グラブ。グラブ。バグ。バグ。エ e ジ。エ e ジ。 Spilled. Spill spilled. Time, timed. Clean, cleaned. Scared. scare Scared. Sukei no, su scare Sukeiya. Scared. 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 Love, loved. Stay, stayed. stay って y で首の根元でしょ。そしたら同じく首の根元にある d s t a y の方が言いやすいんですね。please, p l e a s e ね。で、繰り返しますけども、口発音の人はどっち、t か d がどっちが楽かわからないでしょ。だから喉の奥で発音していたら、えー、文法も間違いにくいんですね。練習に行きます。えー、d を加えると直前の死因が落ちる場合。 s サイ、サイド。サ s a ード。ああ、なるほどね。サ <laughs> ウド。W をついてるのもそれを落ちるということですね。なるほど。練習さ ED を T と読む練習。いきますよ。laughed。な、ね、これもし、そっちょっとなら、l a u g h e とつながる方が楽なんですね。えー、それが180ページいきます。kicked。

Want ということで今日も、えー、How did you like learning this? I hope you liked it and uh, just uh, start talking to native speakers of English so that you can really practice. で、文法は気にせずにというよりも三分の一ぐらいの文法事項を楽にしてたらね、えー、楽な方に流れますのでそれを楽しんでください。では、